足を消化してく日々がこの世界の過ごし方だろうかい。毎日を耐え抜く日々が人間世界の狂った起きたかい。誰でもない誰かに言われた言葉に傷つけられ死に追いやられては、誰でもない誰かに言われた言葉で僕が僕じゃなくなってくんだ。というオリジナル曲を歌いました。あのオリジナル曲をね歌ってくんで、よかったら聴いてください。本郷つろずせよ。